はい、どうも、おしろです。いつも動画見ていただいてありがとうございます。さあ、今日は、去年の、去年、おととしの12月かな、ぐらいから、SK クリニックというところの、医療脱毛に、案件で、通っているんですけれども、それの、途中の経過報告をしたいなと思って、今回撮っております。で、まあ、あれからどうなったんだろうって気になってる方見てるとは思うので、そちらの方の、経過報告です。でまず、1回目受けた時点の写真を見ていただきましょう。まあ、1回目なのでまだその受けた直後なので特に変わりはございません。でやっぱり、ヒゲのところ顎、あとこのもみあげのラインですねのところがまあまあ普通に、残ってるなっていう感じですね。残ってるなっていうか、これがまず初期段階なので、別に1回目受けたからで急にバンって取れるわけではないので、これが要はまあ1回目受けてない状態と同じ状態だと思ってくれたらいいです。これが最初の、僕が受ける前の状態だと思ってくれていいです。まあ、1回受けてますけどもね。はい。で2回目のところなんですけれども、まあ、2回目ね、そんな変わってないと思います。さすがに2回目では。はい。でちょっとこれ取るタイミングほんまはちょっと変えた方がいいのかなと思うんですけれども、照射した後にそのあれなんていうんですかね、クリームみたいなのを塗ってるんですけれども、それがあるせいでちょっとテカった状態に写真が写ってしまうんですね。これちょっと今後改善どうにかちょっとしてやろうかなと思ってます。はい。でこれが3回目の時ですね。ここぐらいから照射レベルどんどん上げていってるとは思うので、ここからどんどん徐々に変わってくるとは思うんですけれども、まあそれでもまだあれかな、でも顎のところがちょっと抜けてきてる感はあるかなっていうところですね。はい。次、4回目照射後、こっからちょっとまあまあ顎のところ綺麗になってきてますよね。はい。もうこれテカテカの状態なんでちょっとほんまに撮るタイミング考えた方がいいですね。顎のところはまあまあ綺麗になってきたのではないかなと思います。はい。次、5回目ですね。コメさんとテカリがちょっとすごいですけどね。もうね、これぐらいになってくると、照射レベルかなりちょっと上がってるんで、めっちゃめっちゃ痛いですね。思いっきりなんかバチコンやられてるみたいな感じです。はい。で、やっぱ、もみあげの下ライン、顎ラインで、顎の下ね。もうまあまあ、綺麗な感じになってきたんじゃないかなっていうところですね。次、6回目ですね。はい。ここからちょっともう自分で撮るようにしたんですけども、ようやく鼻下のところが多少変わってきたかなっていう感じはありますね。はい。でこれがこの前の7回目のやつですね。これなんか照射した後の特徴なんかもしれないんですけども、なんか毛穴が開くのか、なんか逆になんかヒゲが目立つようにちょっと照射後はなるんですけど、でそっから僕このタイミングで撮ったのこのタイミングで撮ったのがちょっと良かったなと思うんですけど、この顎じゃない鼻下のところがようやく目に見えて撮れてきたなっていうのがあるんですよ。多分見えてるかどうか分かんないですけど、ここがかなり一番しぶといところではあるんですけど、ここがようやく撮れてきたなっていうのは思います。はい。これが今現時点の1年2、3ヶ月ですね、通った感じの途中経過報告となります。はい。まあ、医療脱毛なので、ゆっくり、やっていくものなので、エステ脱毛はスピードが速いけど、ちゃんと脱毛できないという、側面があるので、僕はちゃんと脱毛をしたいので医療脱毛の方がいいんですね。まあ、そもそも濃いっていうのもあるので、はい。ということで、最終的なところがちょっといつになるかわからないんですけども、これはちょっと中間報告として、発表しました。で、まあ、完全にめっちゃ綺麗になったやんという状態の時に、もう一度最終報告、どれぐらいの、期間、まあ、僕結構濃いタイプなのでどれぐらいかかったかっていうのを、またいつか、撮ろうかと考えております。はい。ということでね、またいいねやチャンネル登録コメントなどをしてくれたら嬉しいです。下の概要欄のところに、SK クリニックのホームページの、リンクを貼っておりますので、そちらから飛んでみてください。ということで、また次の動画で会いましょう。シロでした。バイバイ。